シャスナカです。今回はコールオブデューティーブラックオプス4やっていきたいと思います。よし、みんな行くぜ B、 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 あそこから来るぜ B。 いやー、あっちからだった。さあちょっと B は危険ですね。ちょっとね、あれですね、ちょっと死にながらも B に突っ込みたいところなんだけど、なんかおるんよな。 OK、OK、結構おー、LMG。やばすぎー。うわ、待て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 。ナイス。ナイス、味方さん。素晴らしい。本当に。神かな、あなたは。あー、いいねー。あー、いいっすねー。こちら。なんかすごいことになってるぞ、これ。ナイス。いや、味方さん、かっけえ。イケメそう。待ってよ。ナイスナイスナイス、いいね、いい形で B を守っております。なんか LMG 系かな、あれがなんか攻め込んできてるみたいだけど、それはまあ誤差ってことで大丈夫ですよ。とりあえず B らへんを取り返したいね。 LMG じゃねえ、あれあれか、スナイパーか。なるほどね、道理で一発のレートが全然あれなわけだ。でもどこでたこうかな、これじゃないよな。どこら辺があれなんだろう、ぶっちゃけ。ちょっとね、あれがようわからんのですよね。危ない。マジか。あー、マジか、ごめん。こっち側に敵が来るんやけど。でも多分ここでもういいと思うんだよね。多分こっち側に敵は来ないと思って、まあ、来てもこれで対応できるので、ある程度はいけるのではないかとか思ったり。タイミング、いいね、これ B いけんじゃね。よし、 B 行こう。もう問答無用だ、私は B へ行く。取るぞこれを。さあ来い敵さん。いやもうね、ぶっちゃけ味方が守ってくれるんで、多少のことはね気にしないってもいいって感じですね。そう思いますよ私は。オッケー、スナイパーヘリが出る。オッケー、こっち側になんかできそうだけどな、大丈夫かな。ちょっとここら辺で警戒しとこう。怖いな、なんか。でもナイスナイス、ワイヤーこさえてるからここに。素晴らしい。あんまりなんか、おー、ナイス。あんまりスナイパーヘリ活躍せんのかなと思ったけど、一応やってはくれてるな、素晴らしい。橋のとこいないな、向こう側向こう側。なんでバレたのか分からんけど、危ねえ。ストライクチーム呼んだぜい。これどうだろう、敵が B の方に来て、あー、これクラッシュのやつやってんねー、きちー。まあいいですよ、私は。どうせね、あなたたちの体力が底上げされても、私たちチームのメンバーが増えてるので全然問題ないでございます。はい、オッケー。味方がやってくれるし。味方も死んでる。っていうことは、まあまあまあ、大丈夫、大丈夫。敵のスナイパーヘリはちょっと困るかも。意外と敵もやってますね。ちょっと、ヘルストア当たらんぜ。これどうしようかな。一応ここに、ディプロイ置いて、ディプロイいろしといて、うわ、やば。うわお、あーね、了解。ちょっとスナイパーヘリ怖いけど、まだ僕室内系のとこなんで、まだないっすね、脅威では。 OK、 2枚削って B 守る、それが七日さんのお仕事です。さてと、ここでまあちょっとスナヘリ狙われながらってところが危ないんだけれども、まあここら辺だったら多分大丈夫でしょう。オッケー、思い通りの展開だ。いいね、本当に思い通りだわ今。さあ敵がどう来るかだよね、あとはここに。横かー、そこ、面白いところから撃ってきますね。多分こっちの方に上がってった敵が裏をぐるっと回って、わざわざ僕のところまで来たという形でしょうかね。あ、 B が取れると思ってるのかい。ダメですよ。あー、 LMG 使ってんぞ、マジか。これは敵もガチでやってますね。後半のB取りはまあ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 おまけ程度で考えときますわ。
むしろこっからですよ、こっから。よしよしよし、頑張っていこう。いいね。いやー、やっぱね、こちらでね、バッチッと取っていくブラボー、いいねー。いやー、でもなんかやっぱりね、この B 取って前半終えてリードしてるこの安心感たまりませんね。そういえば最近僕ね、コーヒーを買ったんですよ。なんかちょっと高いコーヒー買ったんだけど、なんかね、賞味期限近いコーヒーをね、安売りしてたんで買ったんだけど、なんかあんま美味しくなかったんですよ。そんなもんなんかね、いろいろコーヒーはあるけれど、そういうことになっちゃうんかなーなんてね、思いながらね、もうちょっとなんか日持ちするやつ買えばよかったのかなとか思ったり、わかんないですよね。やっぱなんかキムチとかそういうものって酸化すると味が変わるじゃないですか。それと多分同じようにコーヒーもそんなことになっちゃうのかななんてね、思ったりするわけでございますよ。いやー、なんかすごいね、高い瓶に入ったコーヒー、ボトルコーヒーの瓶バージョンってなかなか見たことないでしょ。そういうものが あってたまたま買ったんですけど、そんな大したことなかったっていうね。ブレンディの方が普通に美味しかったっていうのは何とも言えないお歳暮とかのコーヒーの方、コーヒーよりもブレンディの低糖の方がうまいっていうね、ブレンディ低糖最強説を唱えます、やっぱ僕は。やばい、 LMG この人味しめたな、ほんと。あー、これはどうだ。あ、今効かんな俺らは。なんか あれかあのハエだ、ハエ軍団。この間に B が取られそうだけどね、ちょっと怖いですね。ハエをちょろちょろとね、叩けたらいいんだけどね。ブラボーがやばいとのこと。うわ、タイミングがエロい、エロエロいゲロだけど。あ、一人いた。ちょっと待って、この人どこ行った。消えたな、普通にどっか消えてもた。僕のこと意識して立ち回ったように思えないな。あー、弾切れた、最悪だ。こいつ倒したかったのに、くそー。弾管理ガバガバに来でしたね。いやー、でも食べ物のでも賞味期限って一応まあ味と書いてるんで、別にね、賞味期限過ぎても味が落ちるだけで、別にね、食べられなかったり飲めなかったりすることはないんですよ、基本的にね。なので、まあ僕は気にしてないんだけど、さすがにね、変わりすぎるものは気にしますね、本当に。だから僕の中で賞味期限を気にした方がいいというか、変わりすぎるものの中で、キムチが今まであったんですよ、あれ酸っぱくなるから。それがコーヒーもじゃないか、ワンチャン入ってきましたね、今回ので。まあコーヒーも酸化すると酸っぱくなるんですよ。まあ同じような感じだなって。まあ酸味が嫌いなだけですね、僕が純粋に。多分そこだと思うんですけど。いやー、これはやばい、なかなかでした。これどうしようかな。タップディプロイ、あ、タックディプロイ使われたから、こっちも使おうか。そっちの方がいいね。こっちも使うぞ、味方ちゃん。オッケー、おら、LMG ざまみろ。俺の敵じゃん、おめえは。あ、やべ、なんで落ちたの今。反動がでかかったな。吹き飛ばされちゃったわ。何この人。おら、目の敵、親を殺されてるんでね、やっぱりね。やばいやばいやばい、当たんねえこれ。びっくりした、当たらなさすぎて。また七中さんリロードミスってね。オッケー、ヘッドを排除した。なんかおる、なんかおる、ちょっと待ってよ。あの人、ナイス、いいね味方さん、素晴らしい。いやでもね、みんなの中で賞味期限がないものって知ってますか。アイスとかガムとかって賞味期限ないんですよ、あれ実は。なのでいつまで持っててもね、いいって、原則はね、原則はそうなってるんですよ。でアイスは溶けちゃうとダメです。溶けてない状態で賞味期限が保たれてるということなので、僕はそのアイスってもう絶対賞味期限大丈夫でしょうって思ってた時期があったので、まあ普通にクーリッシュを車の中で放置してとんでもないことにさせたんで、もうね、させたくないですね、あんなことね。うん、反省してます、本当に。はい、クラッシュさん、お疲れちゃん。ほんとね、なかなかトラウマもんでしたね。うい、
お疲れみんな。どうしようかな。ここまで味方を引っ張ってこようかな。これで。ワンチャンこれで引っ張ってきてドワーンってなってもいいかなって思ったりするね。よし！オッケー！イエーというわけで今回はこんな形でドミネーションやってまいりました。いいね！今回はね、こちらのね、旗勝利というわけで、皆さんもぜひとも気をつけてくださいね。アイスは溶けたらやばいです。だから冷蔵庫で眠らせておくことに関しては、特にね、問題はないんですけれども、解凍させちゃうととんでもないことになっちゃうので気をつけてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。